山陽鉄道86020型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道員に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、1898年に山陽鉄道がアメリカ合衆国のディックソンマニュファクチュアリング社から2両を輸入したもので、1906年に鉄道国有法による買収により、国有鉄道席を得たものである。車軸配置0から6から0。 高和式に気筒単式の入れ替え用、小型タンク機関車である。スタイルは、典型的なアメリカ古典機のそれで、ボイラーに比して、いささか巨大な密閉式の運転室が特徴的であった。メーカーのディックソン社は、ペンシルベニア州のスクラントンにあった商工場で、日本に輸入されたのは、本形式に両のみという希少な存在であった。ディックソン社は、 1901年のアメリカンロコモティブ、車成立に参加して消滅し、工場も1909年に閉鎖されている。製造番号は987、988で、山陽鉄道では、形式15となり、番号は86、87とされた。国有化後はしばらく、山陽鉄道時代の形式番号のまま使用されたが、1909年の、 鉄道院車両消法規定の制定により、1020、型と、改版された。国有化後の1912年8月17日付で、両機とも廃車となり、養老鉄道に開業用として払い下げられた。同社では1、2となっている。1922年には、両機とも、大道電力二乗とされ、岐阜県江奈郡大井町の基礎側に建設中だった、大井ダムの建設用に使用された。 この鉄道は1928年に北枝鉄道に譲渡され、1934年まで大い線として一般営業を行ったが、この鉄道で両機が使用された記録はなく、両機の足跡は一旦ここで途切れてしまう。本形式が川崎不頭の専用線で再発見されるのは1952年のことで鉄道ファンである。 この時発見されたのは2両のうちの2で、製造番号は987であったことが確認されている。後の調査で、1935年に川崎不頭に譲渡されたことは判明したが、両者の1の消息は定かでない。そして、普段の2も1953年に廃車解体されてしまった。私の蒸気機関車市場による。ただし、多分県、国鉄蒸気機関車少子。 日本蒸気機関車史施設鉄道編愛の記述を考え合わせると1963年の号機である可能性が高い。ありがとうございます。